ワラた。ワラた。ザ・ SS ・ S S、ワラターは、1908年に竣工した、イギリス戦績、ブルーアン・カーライン所属の火客船。1909年7月、南アフリカのダーバンからケープタウンに向け航行中、200名を超える乗員乗客と共に消息を絶った。未だに、船体は、愚か破片すら発見されておらず、謎の失踪を遂げた豪華客船として、 欧米ではよく知られている。しばしば、オーストラリアのメアリー・セレスト号と呼ばれることがある。なお、ワラタとは、オーストラリア産の花から取られた名前である。ワラタは、スコットランド、グラス号、ホワイトインチのバークレイ・カールによって、ブルーアンカーラインの機関として建造された。鮮明の、ワラタは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の州の花にちなんで、命名されたもの。 この名前を持つ船はいずれも不運な結末を迎えており、一隻は1848年にイギリス海峡のウェサン島沖で、1887年に一隻はシドニーへの船旅で、一隻はシドニーの南で、そしてもう一隻は1897年にカーペンタリア湾で南下している。船はオーストラリアとの可客船として役立つように設計され、 そして1908年9月12日、ビクトリア州代表のつまみセス、JW タバーナーによって浸水させられた。これには、ミンストレルのギャラリー付きの贅沢な音楽ラウンジのみならず、一等線室100、特別室8、パネルに同名の花を描いたサロン1があった。これら贅沢な設備のみならず、わらたは、 ヨーロッパからオーストラリアへの強力な異出民貿易に役立つように意図された。外国行きの旅では、船に戦争は700人近くの参島戦客を収容可能な大きな共同進出に転用させられたものであった。帰りの旅行では商品、主に食料品が積まれたものであった。この船は冷却された船にを運搬する装備が施され、1年間の 航行分の食料を運ぶことができ、一日あたり五千五百ガロン、二万五千リットルの淡水を生産することが可能な淡水化洗浄プラントをありていた。この船は無線を搭載していなかったが、当時これは珍しくはなかった。1九百八年十一月五日、ワラタはイングランドロンドンから三等11689名と1等1167名を乗せて、 所上航海を始めた。船長は30年間の航海経験があるジョシュア・イールベリーであった。沈没に関するその後の調査はこの船旅における不安定性のいくつかの論議中の報告を提出した。船がイングランドに帰った時にオーナーと建造者との間で湖漁に関して討論があった。1909年4月27日。 わらたはオーストラリアへの二回目の航海に出発し、平穏無事な航海を終える。そして1909年7月1日にメルボルンから帰港に着いた。予定では、ダーバンとケープタウンという南アフリカの港を経由し、それからロンドンに戻るはずであった。わらたは、ダーバンに着いたが、そこでは、ある乗客、海旅経験の豊かな義手クロード・ゾーヤーが船を降り、次のような電報を、 ロンドンの妻に送った。わらたは頭でっ勝ちで不安定だと思った。ダーバン上陸。わらたは7月26日に211名の乗組員乗客を乗せてダーバンを立った。7月27日にはキセンクランマッキンタイヤとすれ違った。その船の船員の話によればすべてが順調に思われ、そしてわらたは強まる海と風を容易に進み、 そして素早く次戦の前に出て引き離し、南西の方へ水平線を越えて、姿を消したという。その日遅く、天気は急に悪くなり、これはその海域では普通のことである。50ノット、時速90キロメートルの強風は、潮と海洋のうねりと結び合って30フィート、9メートル、の波になった。その晩、希望峰からダーバンに北進している、ユニオンイコールキャッスルラインのナゲルフは、 ある船とすれ違い、信号灯によって国際船舶信号を交わしたが、しかし悪天候と悪い指定のためにこの船の名前の最後の3次 t=a=h しか見分けることはできなかった。その晩、ハーローという船には、ある大型機船が次船の後ろに来るのが見えたが、荒海を懸命に進み、船長が機船が火災を起こしているのではないかと怪しむくらい。 大量の煙を出してた。闇が降りた時、ハーローの乗組員には、その機船の複数の航海灯が接近してくるのが見えたが、しかし、それでもやはり10から12マイル、16から19.3キロメートル、後ろにいた。その時、突然機船の近くから明るい線香が2つあり、そしてそれらの光が消えた。ハーローの航海士は、それらの線香は、 海岸の低木林の火災であると考えた。その木、その海域には普通の現象であった。船長は同意し、そして航海日誌に、それらの出来事を記入することさえしなかった。ただ彼は、わらたの失踪について分知したとき、これらの出来事が重要であると考えた。伝えられるところによれば、ハーローは、ダーバンから180マイル。 約2 8 9 6トル離れていた。わらたは1909年7月29日にケープタウンに着くことになっていたが、ついに目的地にたどり着くことはなかった。船の痕跡は何も見つかっていない。最初は、わらたはなおも漂流中であると信じられた。英国王室海軍は、巡洋艦パンドラとフォートと後にハーミーズを配置し、わらたを捜索した。 ハーミーズは、ラタの最後の目撃の海域の近くで、あまりに大きく、かつ強い波にあったので、この船は船体を歪め、港に帰って、カンドックに入らなければならなかった帆である。1909年8月10日、南アフリカから海底ケーブルによる電報がオーストラリアに届いたが、それにはブルーアンカー船かなり遠くで目撃される。ゆっくりラーバンに向かっていく。 わらたである、可能性がある、と記されていた。オーストラリア議会において、会員議長は、議事を停止させ海底ケーブルによる電報を読み上げ、こう言った。議長は、ただいま私に、信頼できる筋からのニュースとして、わらたが、ゆっくりとダーバンに向かっていると告げられました。アデレードでは、町の鐘が鳴らされたが、しかし、問題の船はわらたではなかった。 1909年8月13日、帰船、インシズワは、ムバシェガワリバー沖合で複数の遺体が見えたと報告した。1909年9月、ブルーアンカーラインは、ユニオンキャッスルの船サビーンをチャーターして、ワラタを捜索した。サビーンの捜索は、14000マイル、約2 2 5 3 0 8トルに及んだが、しかし何の結果ももたらさなかった。 1910年、わらたの乗客らの親戚らは、ベイクフィールドをチャーターし、そして3ヶ月間捜索したが、再び不成功に終わった。わらたの運命の公式調査は、1910年12月、ロンドンで行われた。中んずく、船は頭で勝ちで、不安定だと考えて、ダーバンで上陸した義士クロード・ソーヤーは、その時に証言を行った。1925年、 南アフリカ空軍の DJ ルースはトランス海沿岸上空を飛行中にナンパ物を見つけたと報告した。これは、わらたのナンパ物であるというのは彼の見解である。1977年、あるナンパ物がコラ川口沖に見つけられた。このナンパ物へのいくつかの調査が、特にエムリン・ブラウンの指揮のもとで行われた。しかしながら、今日、 コラー川口沖の難破物は第二次世界大戦中のドイツの有望との犠牲になった多くの船のうちの一つのそれであったと広く信じられている。なぜワラタが水天一のそれほど北方で見つけられたかその理由を説明するのは特に難しいとわかった。ワラタの位置を突き止めようとするさらなる試みは1991年、1995年、 および1997年に行われた。1999年、わらたは南アフリカ西岸沖 10km で見つかったという報告が初新聞に届いた。エムリン・ブラウンのチームによって指揮されたソナースキャンは輪郭線がわらたのそれと一致するように思われる難波物の位置を実際に突き止めていた。しかしながら2001年より綿密な調査によって バラタとナンパ物の違いが明らかになった。チームは実際には第二次世界大戦で沈没させられたネイルシーメドを見つけていたらしい。2004年、バラタを探すことにもう22年間を費やしていたエムリン・ブラウンは創作を断念しつつあると断言した。私は全ての選択肢を使い尽くした。もう私はどこを調べるべきかわからない。 商務省の失踪の調査は、急にわらたの不安定性とされるものに焦点を合わせるようになった。証拠は、船の最後の船旅の生存者の不在によって、大きく妨げられた、ダーバンで上陸したクロード・ソーヤーを含む、少数とは異なる。大部分の証拠は、わらたの諸女公海の乗客と、船員、建造者と航内でこの船を取り扱った人々から、 専門家の承認はすべて、わらたはかるべく設計され建造され、そして良好な条件で公開したということで一致した。この船は多数の点検を受けたが、その中には、建造者、オーナー、商務省、そしてロイズの二人も含まれるが、彼らはこの船に、プラス100 a 1の格付けをしたこれは、最高の格付けで、ロイズが設計、建造、装備、試験公開の至るところで調査。 評価した船のみに与えられ、ロイズが完成したわらたに言った二つの評価と調査のうち最高のものである。多数の商人は船は大変長いローリングをしていた、うねりの中に傾いた後なかなか平行を回復しないことことを証明した。諸女航海の一人の乗客の話によれば、南極海において、この船はあまりに右舷側に傾くので、湯がバスから流れ出ようとせず、 そしてこの船は数時間傾いていた後にローリングしてまっすぐになった。この乗客は物理学者ウィリアム・ヘンリー・ブラックで船のメタセンターの高さはその重心のすぐ下にあると結論づけた。一方にゆっくりとローリングした時、この船は均衡点に達し、そして傾いたままでいて、ついに海あるいは風の変化がこの船をまっすぐに押し動かした。他の乗客と 乗組員は、この船の復元性の欠如について、論評を加え、そして校内で船を操作する責任を負う人々は、この船は積み荷がない時はあまりに不安定なので、バラストなしでは移動させることはできないほどだと言った。この意見のすべての承認がないならば、正反対のことを言う、別の人を見つけることができるであろう。元乗客も乗組員、カフから、幹板武士官まで、 も、両者ともに、あなたは、完全に安定していて、心地よいローリングをしていたと言った。多くの人が、この船は、特別に安定していると感じたと言った。船の建造者らは、この船は、甲板に、多くの石炭、この船がダーバンを歌った時、この船が運搬していたと、数人の証人が主張したを乗りていても、頭でっかちで、不安定ではないということを証明する計算を出した。 調査は、この混合した、そして矛盾した証拠からは、いかなる結論も出すことはできなかった。これは、ブルーアンカーラインを非難しなかったし、その新鮮のパフォーマンスと、対抗能力を決定することにおける会社の実践に、関していくつか、否定的なコメントを行った。船長イルベリーとラインのマネージャーらとの通信によれば、彼は、船の備品、付属品、船室、パブリックルーム、 換気、その他の区域に関する多数の細部にコメントを加えたが、しかしわらたの対抗能力と操作の基礎的水準には何も言及しなかった。同様に、会社は船長イルベリーにこれらの区域について決して尋ねなかった。このことで多くの人はイルベリーはわらたとその安定性を心配していたが、そういう疑いを故意に内密にしておいたということを推測する気になった。 しかしながら、彼もブルーアンカーラインもいずれも、こういう区域をカバーすることが必要だと感じなかったと、うことをあり得た。なぜならば、わらたは、前の、大成功のブルーアンカー戦時イロングに基づいていて、それだからわらたの操作は同じであると仮定されていた。調査の結論によれば、7月26日の晩に、わらたを目撃したかもしれないことを報告した三隻の、船は、 彼らとの距離と目撃の時間を考えれば、この船が見えたはずはないとされた。これは、わらたがムバシェ側に到着し、クランマッキンタイヤと信号を交わし、しかし、それから向きを変え、そして、ダーバンに帰るのをハーローに目撃されたということ、ガナならば、である。この時期の多くの客船が、わずかに頭で勝ちで、不安定に作られたということは、確かに事実である。 このことが長く快適な、しかし不安定なローリングを生じさせたが、多くの乗客は短く耳障りな、しかし安定したローリングよりも、これを好んだ。多数の大西洋横断の客船は、そういう風に設計され、そして二三回の船旅の後、それらを操作している人々は、湖し、バラストし、そして正確に操作する方法を学び、そしてそれらの船は、 数十年間もの故障なしの運行を完成させた。たった二回目の船旅で、正確にトリムされないうちに、激しい嵐あるいは一発大波にあったことは、わらたの不運であったかもしれない。このわずかに頭で勝ちで、不安定な設計はまた、船が安定していると感じたかどうかに関する承認の、強く反対する意見の説明になり得た。 戦場の未経験のあるいは知らされていない人であれば、船の長いゆっくりとした柔らかなローリングは居心地よく安全であると感じたと結論するかもしれないし、一方でより一層太陽航海の経験あるいは船の設計の知識のある人であれば、同じ運動は不安定であると感じたであろう。積み荷のない時の校内における新たな不安定性を主張する人に関しては、 これが事実であったかもしれない。しかしながら、事実上すべての概要公開戦、これらは、結局のところ重量な貨物を運搬するように、設計されているは、空にで移動されるときは、ある程度バラスとされる必要があり、そのためわなたは、この点では確かに唯一ではなかった。承認がこのことに十分に気づいていたであろうことは、注意されるべきである。彼らがそれでもやはり進み出てきて、 自分らは、わらたを危険なほどに不安定だとみなしたと証言したことは、この船がある点で、例外的であったことを示唆する。わらたは、また混用船でもあった。トン数の割には、小さい貨物量の旅客定期船は、かなり一定な、そして予測し得るバラスティングの要件を有した。わらたのような船であれば、広範囲の貨物を、 いや同じ船旅で様々な貨物をさえ運ぶであろうし、そのために、バラスティングの問題は、一層複雑にも一層、決定的にもいずれにもなる。わらたは失踪したとき、千トンの鉛成功を運んでいたが、これが突然移動し、船を転覆させたかもしれない。わらたの失踪を説明するために提出された最も普及している説は、一発大波との遭遇で、これはまた、 南アフリカ沿岸沖合で巨大派としても知られる。こういう波はこの海域で普通であることが知られている。わらたが限界的安定性であると思われるものを備えて、そしてすでに激しい嵐の中を切って進んでいて、巨大な波に衝突したということは最もありそうである。これが船を完全にひっくり返すかでなければカーコハッチを叩き壊すかして戦争を水で満たし、 船をほとんど即座に引き沈めた。もし船が完全に転覆、あるいはひっくり返ったならば、不要性の残骸は難破物のもとに捉えられ、海域の遺体あるいは難破物の欠如の説明になるであろう。この説は、ケープタウン大学のマロリー教授の論文、1973年によって信頼性が与えられ、高さ20メートルの波が、 リチャーズベイとアガラスミサキに実際に発生することを示唆した。もしワラタが安定していて対抗能力があると仮定すれば、希望峰の周囲のいくつかの船は、戦争を水浸しにする一発大波によってひどい、損害を受けそして沈没寸前であったが、この説もまた有効である。世界中でメラニー・シュルテ、大西洋で沈没したドイツの船ダービー・シャー。 太平洋で沈没した英国のバラ積み貨物船のような船が突然分解し、極端な天候の中で数分間で沈没している。中には沈没ではなく、船は一発大波によって無能力にされ、舵を失い、陸と接触する手段もなく、南極大陸の方へ押し流され、そして公海で難破したかまたは浸水沈没したことを示唆する人もる。しかしながら、 難パ物の不在のほかは、何の証拠もこの説を指示しない。失踪当時もその後も、幾人かの人々は、わなたは、風や海流、及び深海港によって作られる渦巻きに捕らえられたことを示唆しているが、うちいくつかは、アフリカ南西沿岸沖にあることは知られている。これであれば、難パ物の欠如は、説明がつくが、しかし、ほとんど即時に沈めるのに、 十分な強さがある渦巻きが、下通りに作られうるという固い証拠はない。ハーロー、前述の高級船員からの証拠を仮定すると、バラタは、石炭燃料庫の一つの、突然の爆発によって破壊されたということが、推測されている。単人は確かに、自己燃焼することもあり、そしてかるべき割合においては爆発性である。しかしながら、 もしたった一つの燃料庫でも爆発すれば、わらたの大きさの船は即座に沈没し、誰も救命艇あるいは、いかだを浸水できず、そして難破物を残さないであろう。いくつかの超自然的な説もまた、わらたの失踪を説明するために提出された。クロード・ソーヤーは、ロンドンの調査に、自分は三回、ある男のビジョンを見たと報告したが、その男は、服を着て、 長い刀剣を持っていた。彼は右手に刀剣を持っていたし、そしてそれは地にまみれていた。と答えた。このビジョンは彼がわらたでの船旅を続ける決心をしなかった吉野一つであった。水上に浮かぶ能力が十分にある構造物が大量のメタンガスの気泡によって密度が低くさせられた。水の中にすぐに没するということが全くあり得るということが近年、 海底メタン膨張に関係する事象によって示されている。メタンは死大だ生き物の腐敗の生成物である。低温で高圧の海底では、メタンは水和させられた形に変わり、メタンが逃れることを老僧が妨げ、それが累積するに任せる。海中の地質学的な出来事が老僧を破壊することもあり、大量のガスが逃れるに任せ、表面まで気泡が上がる。 ソビエト油性掘削装置は、これらのエピソードの一つの後、海底下60フィート、約18.2メートルまで完了したと分かった。わらたの失踪、ブルーアンカーラインの調査と批判は、多くの逆宣伝となった。ラインのチケットの売り上げは急低下し、そしてわらた、これは、当時の多くの船と同じく、実際の価格よりも低く、保険をかけられていたの建造にかかった巨大な、 財政的損失のために、会社は1910年に、他の諸船を、主な競争者 P&O に売り、任意生産を表明することを余儀なくされた。イングランド、デボン、バックランドフィレーのパリッシュチャーチには、パーシバル・ジョン・ブラウン大佐を記念する記念物がある。彼は、南オーストラリア、マウント・ガンビアの牧羊場から、ワラタで、イングランドに帰る途中であった。 彼の実家はバックランドハウスであった。ウェールズ、ケレディジョン、アベリストイスの主な教会には、1909年会場で難破したワラタさんを公開し、ジョン・パートン・モーガンの幸福な記憶にという記念版がある。イングランド、ウエスト・サセックス、ボグナー、レジス、セント・ウィルフリド教区教会には記念版がある。教会の門はワラタに乗って、 会場で推進したハリス・アーチボルド・ギブスを記念して与えられたと記されている。100周年記念版は2009年7月27日、オーストラリア・ビクトリア州のクイーンズ・クリフ海事博物館で除幕された。デボン、エクセター、ハイアーセメタリーの記念物は1909年7月27日、ワラタで推進したトマス・ニューマンを記念する。注釈。 文献。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。